いつも来ないですよね、これ。もう一回今日渋沢アイのノープランでお願いします。いきますよ。始まりました。渋沢アイのノープラン。ありがとうございます。さあ、始まりました。ありがとうございます。さあね、今日こちら、じゃん。映るかな？じゃ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 ん。なんとね、これね、今日総集編ということで、いろんな思い出のものをね、映るかな？後ろかな？映るかな？あごーって書いてあるんですけどね。あ、来ました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 。あ、いいですね。そう、こちらね、3月の誕生日イベントの時にですね、ファンの方にプレゼントしていただいた横断幕をここにね、今日はつけて総集編、今日は盛り上がって1時間皆さん盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。そうなんですよ、もうね、12月の終わり、23日から始まりましたけれども、何ヶ月ですか、半年ツークール半年やってますけども、なんとですね、今回はその3ヶ月間をちょっと振り返っていこうじゃないかという企画となっております。いや、長いですね、意外に。半年やってるんですけど、なんでこうタイトル渋沢のノープランが一向に一向にうまくいかないのはなんででしょうかね。皆さん の結構いろんな番組見るんですけど、すごい結構みんなガーって言ってるんですけどね、なんかいつもみんな一言のようにこう腕組んで座ってますけども、でも本当毎回言うんですけど、まあ、アイドルさんのね、こうイベントとか公開生放送、まあ、スタジオ見るとやっぱりみんな我こそがと前に前に座ったりね、うなずいてますよね。前に前にこう来て一番前でこういい席で見ようっていう感じなんですけども、渋沢のこう番組はですね、皆さん壁一列にこう電車の感じ本当ね、電車スタイルでね、みんな後ろに後ろに行くっていうね、ちょっと謎の、ちょっとスタッフさんにも言われますけど、なんでああなるんだろうってなんか渋沢嫌われてんのかなって。でもね、毎回来てくれるんですけどもね、本当にありがたいなと思います。まあ、今日は遠くの方とかもね、本当遠くからわざわざ来ていただいて本当ありがとうございます。あ、ニコ生の方も皆さんアゴースありがとうございます。イエイ、コメントたくさんありがとうございます。お、いいですね、渋沢軍団。初見がノーブラと聞いて、今日ノーブラじゃないですよなんかね、渋沢伊予のノープランっていう番組なんですけども、渋沢伊予のノーブラそうじゃないんですよ、ノーブラじゃなくて、今日はノープランで、ちょっとね、本当ノープランなんですよ今日はね。いつもゲスト呼んでたんですよ、このクールは3ヶ月ね。なんですけど、今日は視聴者の皆さん、そして観覧の皆さんがゲストということで、本当振り返ってね、 VTR も用意してますので、一緒にね、あ、これあったねとか、そんな感じでまったりした1時間もたまにはいいんじゃないかなと。結構ね、ゲスト一覧とか出ますか？ゲスト一覧出ない？こちらに紙があるんですけど、いいかね、こちらでいきましょうもうね、こちらワードで作りましたよ、ワードでね、ワードアートですよ。もうこちら見てくださいよ、渋沢伊予のゲスト一覧、4月、これ結構ね、4月、田中マリアは月1レギュラーということで、中村節、松竹芸能のピン芸人のせっちゃん、そして女優、初の女優ですね、美咲ちゃんが来てくれたんですけども、こちらの方とかもね、次こう見ていくとね、あ、5月ね、こちらですね、5月ダーブローさん、めっちゃ可愛かったですね、テレビ戦士のめちゃくちゃ綺麗で、で、モデルの北千代ちゃんとか、あと芸人さんの豚と真珠で、結構6月がね、ひどいよひどい、まあ芸人さん、松竹芸能の芸人さんで、まあ、田中マリア、そしてサナ、ミニスカポリス同期で、まあ、芸人もやってるっていうね、そして前回ダンディ王様、ね、すごい見た目の、見たよって方いらっしゃいますでしょうかね、ダンディさんの。ちょっとね、VTR も今日は用意してあります。まだそう、なんかね、本当に今回ね、ノープランなんですけども、で、やっぱりこう
見たことない人とか、まだノープラン見てないよという人とか、ちょっと見逃してしまったとか、やっぱ総集編ということで、なんとね、この3ヶ月の VTR を全部用意してたんですよ。なんですけど、やっぱりノープランでやってるもので、まだ編集が終わってないもうね、そうなんです、レンダリング中、書き出し中ということで、今生放送中にこうできるかできないかもうね、あたふたあたふたしてるんですよね。あ、そして今こちらに届きました、出来たてほやほや、こっちかな、お、見ましたね、出来たてほやほやの今ね今出来上がりました。こちらはですね、やっぱりいつもね、すごいテロップとかすごいたくさん作っていただくんですけども、本当に私いつも5分前ぐらいに、あ、ああいう表あったらいいよねとか言うのを言うんですよえって言われてね、でもいつもね、本当仕上げてくださるんですよ。だけど、でも今日はさすがに、そんな間に合わないよって言ってて、あ、スクリーンショットでやろうって。これはスクリーンショットでちゃんと撮って、それを JPEG になってみたいなね、すごいね、そんな感じなんですよ、今日。本当ね、いいですよ。本当は今日一番ノープランですよ。だってまだ V がね、できるかできないかもね、わからないっていうね。しかもほら、今日はね、それ VTR を見ながらみんなでやろうっていう感じだったから、まあ、ゲストもいないわけですから。ゲストもね、もうテンパれますよ、もうそれ。大丈夫かなって、もうスタッフさんがこうやってやってるのすごいこう見ちゃうっていう感じなんですけどね。はい、ということでコメントも、スタッフいつも思いつきで言うなよって言ってるだろうなっていう感じですけども、そうですよ。でもね、本当そのノープランっていうところをやっぱ大事にしていきたいなと思ってるわけです。まあ、あとレンダリング10分ちょいかかると思いますのでまあね、総集編と言いつつも、まあちょっとそのレンダリングができるまでの間ですね、ちょっといろいろお話ししたいなと思います。明日ですかね、なんと渋沢ファッションショーに出演します。イエイイエイ、そうなんですよ、来てくれるよって方、ありがとうございます。そうなんです、初のファッションショーということで、なんかね、横浜ブリッツ大きな会場で2000人ぐらい集まる規模で、渋沢がここ歩くわけですよ。でもなんかさ、このファッションショーっていうとさ、やっぱりこうピッピッピッとかっこよくさっそうと歩くイメージあるじゃないですか。でやっぱりそういうのって、モデルさんってみんなレッスンとかね、ウォーキングの練習とかね、するんじゃないとよく言われてるんですよ。最近じゃあウォーキングの練習とか忙しいんじゃないとか。渋沢はですね、一回もしてないんですよ一回もしてなくて、まあ、やっぱそこはノープランでちょっと行こうかな一回もしてないの、本当に。だからちょっとね、今日はね、カメラスタッフが、抜群の腕を持つカメラスタッフがいるということで、ここでちょっと練習でもしてみますかどうですか、練習いいですかね、イエイ、いや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 、どういう感じがかっこいいのかね。全然歩けるスペースもないのは知ってますよ、もちろんそうそう、こっちまで行けるのかな、この通り、この通り行けるのかな、行ける、行けますか、行ける。あ、でもね、ちょうどカメラがここにあるから、カメラがね、こうあるのよ、だから行けるかも、かっこよく行けるんじゃない、これ。あ、いいねいいね、あ、いいね、いいね、いけますね、これいけますよ、いいね、いきますか、いいね、いけますよ。じゃあ皆さん、なんかちょっと昭和っぽいですけど、昭和のバス屋のスナックっぽいけどほれほれみたいなじゃあ行きましょう、こちらのカメラに向かって。じゃあちょっとウォーキング一回やってみようかな。じゃあ音楽いいですか、かっこいい音楽あのね、今も思いつきでね言いましたけど、
あのね、今日のノープランは本当にそんな本当のノープランでやろうっていう感じなので、ちょっとね、あの楽しくほんわか行きたいなと思っております。おーいえ、行きましょう。行けますか。行けます。さあ行きましょう。じゃあ行きますよ。渋沢いいよ。国のように。あ、やばい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 、すいませんすいません、ちょっと祖国の感じ、すいませんすいません。あ、やばいやばいやばい。じゃちょっと、どう、手はなしね。手はなしでいきますよ。じゃあ手はなしで歩く、まっすぐ歩く。なんかよくね、リンゴを乗っけたイメージとか言いますからね。さあ、それではじゃあ2回目いきましょうか。さあ、渋沢いいよっていい感じで言ってくださいね。はい、いますよ。せーの、渋沢、いいよなんで？なんでなんで？違う？違う？頭悪いって何？え？え？で、大丈夫？え、ちょっと違う？ダメ？ちょっとダメか。ダメ？もうちょっとこう、なんだ、手はなしで、手はなしで、まっすぐ、あ、クロスして歩くとかね。クロスして、こう、クロスして歩くっていう。あ、いいですね。こういう感じね。じゃあ最後、もうね、あ、線の上をね、もうふざけないで、ちゃんと明日の、ふざけないで。ふざけないで、ちゃんとやって。じゃあちょっと行ってみましょうか。かっこよく最後はもうバッチリ決めたいと思います。いきます、せーの、渋沢いいよ。どうどうどうです、やりますよ明日私。あのやっぱり見に来てくれる方、あの私合図でね、やっぱあのたくさんね出る方いて、やっぱ実際広い会場だし、渋沢もちょっと分かんないって思われたら、やっぱ来てくださる方にね、ちょっと申し訳ないなという気持ちがありますので、ここを見てる方だけの内緒のメッセージといたしまして、私顎をちょっと撫でます。顎撫でます。明日、顎撫でますね。顎はめっちゃアップだな、顎が。あの、顎撫でますので、あいつが渋沢だという感じでね、見ていただければなと思いますので、明日お待ちしております。よろしくお願いします。あ、いいね。お、いいですね。なんと、今のウォーキングレッスン、公開ウォーキングレッスンの合間に、皆さん、やりましたよ。レンダリング完了しました。よかったね。20分ぐらいかかるかと思ったら14分でできました。優秀なスタッフでございます。本当にその荒れ方するのかとか。すごいね、あのひどいひどいって書いて、酔っ払い。みんな結構ひどいですって書いてありますけれども、さあ皆さん、レンダリング完了いたしましたのでね、さあ早速今日のね本題のプランのゲスト一覧、こちら、さっきのワードのスクリーンショット出ますか。あ、出ました、ね、出ました、よかった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 。そう、こちらな感じでですね、まずは4月からですか、いきましょうか。じゃあ、皆さんコメントとかね、たくさん、あ、こんなことがあったんだ、懐かしいなとかね、いただければ嬉しいなと思っております。さあ、いけるかな、いけますか。それでは、ノープラン、4月ですかね、総集編 VTR 出来たてほやほや、どうぞ。じゃん。あー、いいですね、この辺かな、この辺かな。お、いいね、お、かっこいい。
気持ちいいぞ。マリアちゃん、マリアちゃんです。よろしくお願いします。音 OK かな？私はしゃべんなければいい。長さはしゃべんなければいい。何がいいですか？いいとか悪いとかない。テストとかやってません。次もあります。次キープよ。キープで。キープで。はい。なんじゃろうね。箱の中身は何じゃろなの？3番。で、さあ3番。これを当ててください。さあ行きましょう。いい？はい。行きます。はい。箱の中身は何じゃろなのを書くね。斬新な企画です。おぉこれはキュウリと、これは入りませんか。何言ってんだよおいちょっときつい。ちょっといい感じやねんけど、はい、ちょっと長いと、ちょっと長いですね。ちょっと長いキュウリ長い、まあまあボイボかはいいねんけど、ボイボかはいいけども、ちょっと長い、ちょっと長い、ちょっと長い、尺長い、ちょっと長い、ちょっと当たるかな。何に当たるの？何怖い。じゃあ怖いって思って、こう嫌だよ、だって怖いもん。早速呼んじゃいたいと思います。中村節さん、どうも。アイドルの子が、はい、ザーメンって何ですか？うわら、ね、うわー、ザーメンって何ですか？あえて言うみたいなね。お前知ってんだろうと、ね、だから私飲みたいから、ね、ちょっと居酒屋ね頼んで、ザーメン6で、ね、あ、なんでザーメン6で、ちょっと待って、じゃあ水割りで。なんで割るの？いいですか、黒髪のストレート、そうね、そう、女はそう、だいたい天然ブルー。騙されるなー、うん、どうも、うわーい、オーラが違います。大丈夫ですか？はい、背が低いので。いや先と言います。はい、はい、舞台とか映画とかで活動しています。よろしくお願いします。渋沢さん、はい、わかんないですね。どうですか？いや、ちょっと私1たす2とかちょっとわかんない。なんなんですかこれは。1たす1が0。ちょっとふざけてんじゃないわよ。なんで平気なんですか？てか素人ですよ。リアクションうますぎる。リアクションうますぎる。まだ泣くことないじゃん。泣くことないじゃん。泣くことないじゃん。泣かなかった。あの方と握手会に行ってきた。あの方の今の4月かな。あの方の握手会です。おー、ありがとうございます。4月でした。いやいやいや、なんとかね、レンダリング間に合って、音声の方もね、ちょっと乱れがあるかもしれませんけれども、出来たてほやほやなのでね、ちょっと振り返ってみたいと思いますけれども、4月の一番第1週はね、タイナカマリアが月1レギュラーゲストで来たわけですけども、キキなんじゃろなに挑戦したということで、まあ、箱の中身はなんじゃろなと、キキ何々を足した、すごく斬新な企画でございまして、まあ、ズッキーニと七分産キュウリと普通の細いキュウリ、どれが触ったでしょうっていうね、やつをやったんですけども、あの人のね、リアクションがどうもおかしいんですよね。あ、これの太さはいいねんけど、ち
ちょっと当たるなとか意味が分かんないでしょ意味分かんないでしょ。触った感じでね、あ、私が触ったのはこちらですっていうのが正しいゲームなのに、あ、これちょっと太すぎかなとか、ちょっとなんかね、意味深に言うね、あの子悪い癖があるなと思ったんですけど、ま、私の、あのお題が最悪で、何、生の魚、タイ生の魚、手がさ、なんかもう、うんこまみれみたいな。いや、本当に超臭かったね。あのスタジオ観覧の人にいつもあの握手してね、ありがとうございましたってやるんですけども、みんなになすりつけてね本当に臭かったんでね、ガチでね、まあそういう感じでもう匂いも持って帰っていただけたかなと思うんですけども、まあそして第2週は松竹芸能ピン芸人中村せっちゃんひどいお話を彼女はしていまして、まあ、大先輩なんですよ。何ですか、あのラーメンロックバカじゃないの。まあなんかね、せっちゃんはよく合コンに行くみたいなんですよ。で、なんかそのまあね、なんかちょっと清純派の天然みたいな女の子に、あ、ちょっと注文いいかなって言うんだって。そして、あの私あのラーメン水割りでって頼んでって言うらしい。そしてその子は天然だからわからないから、店員さんに、あ、すいません、ラーメン水割りでって言うっていうね、最悪な話をして帰っていったんですよほんと最悪だね、ほんと最低ですよ。大先輩なんで言えないですけども、まあ、ほんと最低な回でした、ほんとに。で、ほんと最低よ、ほんとに。渋沢もよく飲む？飲まねえよあ、ね、魚臭かったって言ってくださってる方もいらっしゃいますけれども、そしてまあね、あのそのせっちゃんの下品な感じをなくすかのように、その次の週は女優さんの美咲ちゃんがね遊びに来てくれて、まあ、あの女優さんだからこういつこう女優スイッチが入るのかっていう部分をちょっと生で目撃したいなということで、まあ、ちょっと即興でねこうちょっとやってもらったりとか、そしてあの辛いシュークリームがあります、それを食べます、そして辛くないふりをするっていうね、あのゲームもしたんですけども、やっぱ美咲ちゃん全然あんまり辛い感じしなかったりっていうリアクションだったんで、まあちょっとあのバラエティ的にはあれかなと思いまして、まあスタジオ観覧のねお客様にちょっと辛いものを食べさせたらどうなるかなっていうねそしたらめちゃくちゃリアクションが上手だったっていう感じなんですけども、そんな4月でですね、まあ3名来ていただきました。じゃあ5月もレンダリング OK ですか？はい、いけますね。はい、それでは5月振り返ってみましょう。ノープラン5月の VTR です、どうぞ。国民的の、お、国民的の、え、 ビッグダディビッグな方を呼んでおります。本日のゲスト、井上ゆかちゃん。いやいや、何持ってるんですかそれ。渋沢優さんの、イエーイ、懐かしいです、ありがとうございます。皆さんこんばんは、はじめまして、井上ゆかです。いやいやいや、あのね、実はね、元ミニスカポリスの1個上の先輩です。14代目ですか？そうなりますね。15代目です。14代目先輩、ありがとうございます。いや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 、っていうか洋服の色が自分セクシーモノボケ。いやいやいや、ちょっと待ってください、井上さん。井上さん、マシャちょっと変態ですか？びっくりしたな。え、うちらできるかな。どうですかこれ、ほら、ちょっと足の太さとかひどいですけど。いいですね太さじゃないですけど、太さ比べてこない、こういう感じで、どちらがセクシーだったでしょうか。セクシーで、正気で隠れるか、ゆかポリス、やったー。ゆかポリスがでかいんですよね。お、マリオちゃん、はい、中です、お願いします。地獄のようなマリオ、一人500くらいやってくれる。可愛いテロップ出てます。嬉しい、名前まで出してもらって。可愛い可愛い。なんか普段結構なんかグレーとか、今日可愛い。嘘、マジ今日可愛いなと思って。嬉しい、私のこと好きな
のかね。本当可愛いね。ありがたい。ね、さあということで月一ゲストみたいな。そう。準レギュラーみたいな。嬉しいね。なんでだね。うるさい。準月一回の人。さっきよりだいぶ下がったけど。月一回のあれって。いや、あわよくばタイネカマリアのノープランにしたいなと。あら。乗っ取ろうと思う。やられちゃう感じ。そうよ。やばいね。でもね、タイナカちゃんとはこうね。タイナカちゃんって初めて呼ばれた。動揺する。動揺する。マリアちゃんとは。はい、オンの時ね。オンの時。プライベートじゃないね。プライベート。じゃあ行きましょう。私と普段の私たちがギャップがあるということで。あ、最近いつエッチした？あ、さっき一人しました。ついさ、別に見られた。これがオン。これがオン。これがオン。あのね、オフの時スイッチオフお願いします。プライベートはそんな感じ。あ、どう、最近いつ出たって書いてある。渋沢さんはどうなんですか？渋沢さんの方が知りたいんですけど。いやいや、いつエッチしたの、あ、いつも言ってよ、教えてよ。そんな、渋沢さんどうなんですか？オフの時、うん、こんなん、こんなん、オフ、話をそらす。なるほどね、全然違うじゃん。自分のこと聞かれるの嫌じゃない？嫌だでしょ。あんまり言いたくない。関係なくね。あるある。お前誰だろうっていう警戒心じゃないけど。ゲスですか。グイグイクルナ的な。本当今の感じがする。じゃあ逆に、ね、そうですか。やってみて。オンの時ね。オンの時ね。さっきの。はい、じゃあスイッチオンの時。下ネタ言われた時。お願いします。何やったか。渋沢は最近いつエッチした？あ、今パッ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 。まあそうでしょうね。こんな感じでしょうね。今パッパッパッパじゃない。今やっちゃった。今パッパッパッ。どっちに代打声が出ますね。言います。これがオンの時。オフ、オフ。はい。いくよ。はい。オフの時でしょ。はい。渋沢最近いつエッチした？いや、そんなん。いや、やめて、言えないものないし、ないですよ。そんな感じ。しないです、しないです。しないです、いいです。してんねん。やだ、なんですか、いいですよ。やめてくださいよ、そんなの。やめてください。はい、待って待って待って。違う、絶対違う。絶対違う。こうだもん、普段。絶対違う。男の人だったら顔赤くなっちゃう。なんでない。そんなのこと、絶対違うよ。もうまずこうだよね。いやだな、何何。この渋沢に下ネタを振ってる人を見たことないから。何とも言えへんけど、多分違うやろ。多分もっと、もっと乙女で。普段だったら。なんでそんな感じ。ほんま。多分もっと乙女。そう、全然違いません？ねえ、違うよ。いやでもほんまにオフってこんな。もっとありますよ。例えば、前回のアンケート、うん、楽屋で喧嘩売れたらどうする？ありますね。いやーな、こんなん。まあね、楽屋で喧嘩売られた時の反応。たまにあるよ。まあ、大部屋とか多いっすね。そうですね。じゃあ、じゃないかね、イメージの方とか、普段の体中。イメージ、ね、たまに。じゃあ行きましょう、はい、オンの時のお願いします。スイッチオン。体中さんって、はい、ブスキャラブスキャラ言ってるんですけど、はいはい、本当にブスですよね。ありがとうございます。そうなんですよ。でもまあブスの鏡かなと思って頑張ってんすよ。これがオンの時、まあ、こんな感じですよね。番組でもオン、ね、オンの時って、ね、番組の時は確かにブスです。そうなんですよ、ブスですとか言ってますからね。それこれオンの時、はい、オフだったらね、うん、スイッチオフ。田中さんって、はい、本当にブスですよね。そうですね、本当によくやるんですけどね。悲しい。すごい可愛いですよね。でも田中さんブスですよね。悲しいね。すいません。なんか言いがい。終了。目指せ対決。あらー、来ました、こちら。あらー、来ました、勝った。これうわ、なくなんな、ここまで行くの、なに。グロいって。
構ね、肉汁がすごい。もう本当に肉汁がもうね、もう頭カッってなるような、よだれが、肉汁がもうデロンデロンですからね。あると渋沢やばいって書いてあるけど、そのサラリーは丸かじりするようなもんじゃないの。今日のゲストさん、ダウロアリサさん。あ、来ましたね。もうね、やっぱりね、汚いものの後には綺麗なものを。本当にね、全然違うわ、本当に。なんかね、本当にあの、どうもどうも、見ました。世代的にエンゼル世代でずっと見てたんですよ、小学校の時に。まさかね、生でね、テレビ選手に会えるとはっていう感じ。いいですか。いや、絶対似合うな、でもこれは。これは変なものをかぶっても、そうなんですよ、面白いグッズをかぶっても絶対可愛くなる。うわわわわ、嘘どういうリアクション、見たことあるような、そう、ダブローさん、マジで、そうなんです。え、めっちゃ可愛いんだけど、え、嘘、可愛くないと思う。え、待って、カツラかぶって拍手もらえるの、外国の方にちょっと私いけるかなと思ったんですよ、渋沢も。実はね、どっかでエロはガードしたっておかしくないですか。どっかでガードしたじゃないでしょ、これちょっと。どっかでいけるかなっていう気持ちはやっぱりね。どこたまにいますか。ひどいって書いてあるけども。でもかっこよくなるの。そう来るんですか。かっこよくないですか。なんかワイルド。なんかポスターとかあるじゃない。どういうこと。感じで。めっちゃ気なくなっちゃいました、私。はい、カットで呼びましょうか、ゲストさん。そしてね、ダブローさんの後半のモデルである皆さんも拍手でお迎えください。北千代さんです。めちゃくちゃ可愛い子です。足が渋沢と腕ぐらいだっていうね、衝撃の。いや、マジよ、マジよ。これがそっか、並んだらすごいね。北千代と申します。女性北千代と申します。モデルをやっております。よろしくお願いします。イエーイ。近い。近い。可愛い。鼻水が止まんなくてね。ちょっと待って、ひどいよ。マジちょっと恥ずかしいよ。何これ。どうも、鼻噛んじゃったんで、鼻も化粧も取れてますけど。汚い、汚い。でもいいんじゃないですか。ひどい、ひどい。何これ。アメリカやってたっけ。これ結構いいかな。全然変じゃないじゃん。ひどいね。これどう、デビューできる、これ。広告狙おうか。広告狙おうか。よろしくお願いします。まあね、ここ最近切れるところがいっぱい来たので、ここから一気に違いますね。最低ですね。ごめんなさいね。いいよ、最低ですね。いやいやいや、いいよちゃんは最低じゃない。いいよちゃん最低じゃない。でもね、僕ね、最近ね、リアルに。私の脳出血取れたんです。いや、本当なんです。1週間前に退院したんですよ。いや、本当おめでとうございます。ありがとうございます。いや、無事に。どうもありがとうございます。いや、本当ようやくね、漫才ができると。ありがとうございます。退院してから初めての番組がこちら、ノープランの。本当ですよ。そうなんですよ。ありがとうございます。飯尾さんのおかげでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ネットで見た。ノリノリですね。ガンダムさん、ガンダムさん。もうノリノリだね。見てて楽しいね。愉快だね。愉快、愉快。相方さん、冷やしてますけどね。僕ね、相方のボケット嫌いなんですよ。じゃあ、漫才やってくれねえじゃねえか。ほら、お前もほら。あ、カンナムスタイル、カンナムスタイル。お前、ほら。お、カンナムスタイルじゃない、これ。どうも、キム・ヨンナムです。キム・ヨンナム。絶対ダメだよ、お前。ダメだ。生は、花より団子の名シーン。再現、再現スタート。じゃあ、エビを見ました。じゃあ花より団子です。花より団子。おい、銀座行くぞ。靴が汚れちまった。待ちなさいよ。ん、なんだよ。財閥の息子かなんか知らないけど、自分で稼いだこともないガキが。あのシーンあった、あったね。土が揺れるな。調子乗ってんじゃん。ねえ。顔。では101回目のプロポーズのあのシーンを再現スタート。バカ野郎。トラックのやつですか。
完全にリースしたんですよ私を私してるよこれ絶対幸せにしてくださいこんなんじゃないでしょもうバカにしてんだって怖かったそんな掛け声知らなかった自分は。やばい。僕はお前のことが好きだ。だから俺のそばにいろ。でも仕事とか仕事もしろ。でもほらブラジルブラジルですよ。ブラジルって可愛いところキスし。はいカット。これからキスシーンだ。はいカット。これから今何やった手を本当はね、小栗さんそこでね、キスするわけですじゃあどうもどうもイエーイ、5月でしたいやー、5月はなんだか盛りだくさんじゃなかったですかだいぶ見てて疲れましたけど、まず井上由香さん、ミニスカポリスのね、あの由香先輩なんですけどもまあ、セクシー対決みたいなね、モノボケをしようということでなんか小道具を用意してありましてそれでこうこのなんかを取ってモノボケするセクシーにモノボケするということだったんですけども、まあ、びっくりしたのがゆかさんが鏡を取ったんですよでどうするのかなと思ったらこう立ち上がってねこう股間にこう鏡をで、何のことや、何をやってんですかっていうねさっぱりわからないかったんですけどもえ、やらないとか言ってやんねえわちょっと変な性癖が丸分かりというねまさかのことだったんですけれどもその後に、まあ、タイナカマリアが月1ゲストで来まして、まあ、オンとオフあの普段は、まあ、私プライベートとねこんな風に思われてますよまあゲスキャラだと思われてますけどプライベートはそんなことないビジネスゲスなんだぞっていうことをあのアピールしようよという回だったんですけども、まあ、ほんと普段ね私全然もう本当に下ネタとか言わないですかひそひそ言わないでください本当に言わないですよそんなでねまあそういうこととかもありましてあの伝説の企画まあいつも本当草食系だから肉食系にならなきゃダメだということで目指せ肉食女子サラミ一気食い対決が生まれたわけですねあのねあれはね今見るとねなんかもう怖いね恐怖だねあんな感じに見えてたんだねどんな気持ちで見てましたかねあれひどかったって書いてありますよマジでもうあれはひどかったなとそうねでもまああれでね見事肉食女子になれたかなと思いますけどもまあそしてダーブローアリサさんが来てくださってこう変なものをパーティーグッズね鉄板の変なものをやってもあのまあ私とダーブローさん同い年ですからなんでこんな同い年で同じ女性同じ人間なのにこうも違うのかというね実験でまあ北千代さんの時も一緒なんですけどもまあダサい服をねモデルさんなんでダサい服でもかっこよく着こなせるかどうかという企画だったんですけども何ですかね私のあの感じアメリカのなんか変なやつでもねあれ一応109で売ってる服なんですよあんな感じなる方がおかしいんですよねだからねまずね本当に大嘘つきって書いてありますそんなことないんですよそして最後ですね豚と真珠さんと再現ドラマというか再現あの名シーンを再現ということですごかったですよまあここだけの話ですよこの、 あの番組本当ノープランでやっております今日は特になんですけどあの時はカメラワークもめっちゃ切り替えてやっぱこのあのシーン通りにやろうということでカメラワーク2時間ぐらいやってでしかもさっき の、 あの男の方のやっさんってその1週間ぐらい前かな脳梗塞で入院してたのね退院ね3日前に退院してノープランに来てくれたんですよでね、それで2時間もね立ちっぱなしで何回も全力で
ね、あの武田さんのモノマネとか殴られる役とかねやっていただいたりとかして、すっかりね病気だったことを忘れてたんですね私は無理させちゃったっていうね。でも本当にね、あんな感じでキスシーンもあるかないかみたいな、ちょっとドキドキしましたね。ないっていうね分かってはいるんですけど、こう腕を引き寄せられることにやっぱないので、ちょっとあの安さにときめいたことは内緒ですときめいてしまいましたけれども、さあということでね、時間もないのでコメントありがとうございますいやそれでまた入院してないんですよ。でも入院してないんですけど、あのこのノープラン出て何日か後かにやっさん車で事故したんですよ本当に笑うとこじゃないよ、何笑ってんのよちょっとねこうあの不運続きだったなって言ってましたよでお大事になさっていただきたいなと思っております。それでは早速じゃあ6月もねパパパッといっちゃいたいと思います。では6月です、どうぞ。さあ何があるの、みんな元気、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 よかったね帰ってきた、ありがたい、ありがたい、初めましてなのに帰ってきてよかったね、ありがとうございます。改めまして僕らアゲインと申します、お願いします、よろしくお願いいたします。いやー温かい、略してゲイって呼んでね、絶対呼ばないでください、アゲインで覚えてほしいです、はいはいはい、ケイさん、よーいスタート、どうも次沢フィーチャリングアゲイン、 T シャツって言うとさ、はいはいはい、やっぱりこうよくほらチクリ透けるじゃない、 あれが好きね、はいはい、好きなんか、好きね、あれ性癖出すんじゃないよ漫才の中で性癖出す俺ら透かすぞチクリ、あの僕も好きですそれ、ね、お前も好きなのかよ、やっぱ中にインナーを着ておいて、インドここみたいな、好きないよカレー、お前ワイシャツ着てねえだろ今日なんでワイシャツ着てるつもりでいい匂いカレーつけてた、お前俺の保険証あげるから病院行ってこいよ近所にないです、いやそれ思ったのはあの渋沢さんの方がボケたなって思った、おい全然ボケた、おい全然ボケた、先輩先輩だから遠慮したんだし出し入れ出し入れ違うし、俺もっとボケれるしあなたのあれ、そういうこと、今の相方の2人が見ましたどういうことやってねえよお前こんなツッコミやってるすごいっすよ今の、何この何でも拾ってくれますかね、お馬が好きでよ、お馬が好きですよ、あ、いいですね、ツッコめてますね、そういうことですよ正しく突っ込むですもんね、そういうことですよ、突っ込み、そうですね、オッケーオッケー、じゃあやってみましょう、じゃあ不安の荷物、ボケと突っ込みで、私は突っ込み、私は突っ込み、はい、行きましょう、じゃあ漫才のどうも渋沢フィーチャリングアゲインです、よろしくお願いします、よろしくお願いします、の話になるんですけども、あのワールドカップの予選が始まってるじゃないですか、はいはいはい、で日本代表ね、あの強いだとずっと言われてましたけど、はいはいはい、負けちゃって、はい、ね、やっぱりね、日本が勝つためには、うん、僕ボールを持って走ればいいと思うんですよ、バカかお前ほらそうだよバカ野郎かふざけんじゃねえよ、サッカーつってんだろうよ監督がやっぱり選手に指示を出すときに直接言うよりも電話で言った方がいいと思うんですよ、うっせんだよおめえほらできねえだろそんなの、試合中だよバカ野郎、あ目が言ってるよ、選手も喉が疲れたときに喉が渇くから水飲みますけど、やっぱり水よりもきな粉がいいと思うんですよ、バカかおめえほらきなこ飲みもんじゃねえだろうがよ、あ、じゃあカレーを飲めばいいと思うんですよ、もうその後もほんとこいつムカつくわ姉さんね、そう思ってるんですよ、サッカー姉さんそう思ってるよ、サッカーつってんだろうよ、とにかく勝つためには僕を選手にすればいいと思います、帰れやったね、はい、漫才、はい、中マリアのノープラこの詐欺者ね、嘘つきですね、はいはいはい、あーすごい、ありがとうございます、いやいやいや、かわいい、違うでしょ、知らない人が、いやアイリットトレーナーが誕生日プレゼントを生み出すという画期的な商品を、かわいくなるね、これね、もうかけるかけるだけなんですよ、え、今やんの、かけるだけです、これはもうやりますよね、今でしょ、今やんの、よくないけど私歌やねん、でもちょっと聞
汚いのラインはやっぱりね、そう汚いのラインはそうなんか汚いやん巻いてなんでこれをね、ここにこう二重の幅を持ってますから二重にこう目にクッと入れ込むわけです、ここでね、ここでねクッと入れ込むとパチッと目が千円とか千円とか待って待って目閉じてて、でこれで、ね、ここの二重ラインに刺します。はい、そう、渋沢を立ちで買いました。これを私目をね、ギュッとこう二重の癖つけるみたいな感じで開けます。もさ、取れちゃうからさ、思いっきり目とかグリ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 。香水ジジイみたいなやつ。広げてもいいですか、うん、ほら、パチって、こんななってるよ。なってる？目開けて。なってる？二重の幅が。そしてね、もう一つヘッドスパ爽快くん、これね、抜け毛の悩みから肩こりまで、ね、なんどういうことスイッチあシンガーソングライターの渋沢伊代さんです。皆さん、はじめまして。シンガーソングライターの渋沢伊代でございます。よろしくお願いします。渋沢さん、今日よろしくお願いいたします。さあ、それでは早速、皆さんにもこちら聴いていただきたいと思います。それでは渋沢さん、改めて曲紹介をお願いします。聴いてください。渋沢伊代ね。忘れないあの涙を絶対に諦めない、絶対に自分を信じる、大切なことをいつも私たちに教えてくれるイオちゃん。今夢に向かって頑張ってる君、逆境に立ち向かってる君、この曲で未来を勝ち取れ。渋沢伊代でネバさあ、聞いていただきました渋沢さんのデビューシーン
いやー名曲すでにもう名曲が生まれたってことですよ、皆さんこちらカップリング NOW も収録されています。ぜひチェックしてください。そうね、あの NOW の方もね、いろいろあった。そういった渋沢さんのこうバックボーンがあってのそう、ね、曲を聴いてみるとまた感慨深いものがありますので、ね、さあそれでは皆さん、改めてじっくり聴いていただきたいと思います。ます、ね、改めて曲紹介をお願いします。家族とのチェロとの、まあね、そういう絶縁もありましたけども、その時にできた曲でございます。渋沢よで NOW。 かつて同じ星空を見ながら語り合ったあの人、たとえ今そばにいなくてもその人の幸せを願っている人があなたになりますか。この曲を聴いている間にあなたが思い出す人はどんな人でしょうか。エンジェルボイス渋沢伊代で NOW。 うわこれすごい、ちょっとこれすごい、うまい、拍手。じゃあね、要はゆおちゃんがこれ宣伝したいって言ったら、そうなんですよ、売れてねえんだって。そうなのよ、売れてねえんだってこの曲。もう買ってもらいたいんですよ。ただね、売れてねえ割にすげえいい曲だから。いや本当にね、買ってください。ゆおちゃんこれどこで買えんの。今買えます。今。じゃあいつ買うの。今でしょ。よろしくお願いします。本日のゲストランディ・オサマさんです。どうぞ。残酷な天使のような悪魔の神話になれ。はい、じゃあね、あのいきなりだね。あれ、何これ、何か忍ばせてる的な。これテレビでよく見るね、こんなノーヒントで分かる。あ、エグザイルアクシー。じゃあね、いきなりでね、お口に合うか分からないですけども、はい、テレテテテテレテシメサーバー。まあこの、なんだなんだ。そうというのもですね、あの実はあのちょっとね、まあ皆さんにじゃクイズをちょっと一つやりたいなと思うんですけれども、今はまあお笑い芸人ピン芸人でやられてますおさまさん、なんとですね、あの一つこの芸人を始める前でですか、ある職業をしていたと。そうね、聞きしたんですよね、はい、それは一体何でしょうというのをね、ちょっとやる前ホストやっていたということで、そう、そう、なんとホスト時代の写真があります。イエーイ、はい、わー見たい見たい。じゃあじゃ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 ん、こちらです。そんな回しますか。そんな回しますか。イケメン、うそー、そんな回しますか。すごいよ、今カリスマだったよ。穴を開いてる人間をあんな回す。壁の色のホスト見たことないですよね。いやー、6月濃かったね。いやなんかいろいろ、6月はまず6月アゲインさん、松竹芸能の漫才をノープランでやってみようというコーナーがありまして、まあね、あのあんな感じですよ。でも本当あんな感じないんですけどね、本当に何回も言いますけど、あのガチで楽屋で本当に元ヤンなんですよねって言われたんです。全然違いますからね。そう、そして谷中マリアとはですね、誕生日だったということで お祝いをしたんですけども、あの本当ね、あのブルブルスパ、ヘッドスパ、あれは本当立てなくなりますから、スタンガンぐらいの勢いあるんじゃないかと。じゃ本当に、でなんかね、私もあの後やったんですけど、本当にまたまた大げさだなと思ったんですけど、立てない。本当多分谷中ね、失禁してたんですか。失禁してました。あ、谷中マリアさんは6月8日失禁しました。ということでね、そしてまあね、15日は元ミニスカポリスのサナちゃんに、本物 あのラジオ DJ、FM ラジオやっておりますので、私がこうね、お願いしてかっこよくちょっと曲紹介してください、CD ちょっと紹介お願いしますって言ったら、なんとなんとね、放送観覧終了後10枚完売した。まあね、今だから言うんですよ、あのね、まあ普通ね、大抵まあ2枚買ってくれたら、まあチェキちょっと一緒にね、ツーショット撮りますみたいな、3枚買ってくれたら
今日は特別にさなちゃんと私とスリーショットが撮れますって言ったらね、ツーショットはね、一回も誰もなし渋沢とツーショットだよ、2枚でいいんだよ、だって2枚買ったらいいんだけど、あの、スリーショット、3枚買うんでスリーショットでお願いしますっていうので、ね、で、あの、用意してた10枚が完売したということで、さなちゃん、すごい、ありがとうございますいやー、ほんとね、渋沢だけはどうにもならなかったですよ、ほんとにね。そして最後ですかね、まあ、ツッコミどころ満載ですよ、あの、ランディ・オサマさん、吉本興業のですね、ピン芸人さんなんですけども、あの、どこ人おかしいだろうって書いてありますけどいや、日本人でもっとホストで、しかもホストって言ってもものすごい写真出てるしこれすごいよね。でも本当に有名なホストだったみたいなんですよ。雑誌とかにもバンバン出たりとかして、しまってもいいからもういいから、もういろいろ強烈だからさ、もう絵面がさいつ見ても怪しいって書いてあるけど怪しい。でもね、すごいなって思う。結構好きだった、違う意味で有名だったんだろう。いやでも、いや本当有名だったみたいですよ、どうやらね。ということで、まあ、ざっとなんですけども振り返りましたけれども、皆さんノープラン、このクールいかがだったでしょうか。楽しかったですか。いや、なんかね、こう見てみると何の番組サラミ食べたりとかさ、なんかよくわかんないですけども、まあね、パチパチありがとうございます。いい最終回で、最終回じゃないです、別に最終回なんて一言も言ってないでしょ。言ってないよね。そんな感じだった。いや、なんで一番最終回でランディさんの写真で終わるのじゃないよ、それは最終回じゃないですよ。まあ、終わりなのかってめっちゃコメント入ってきてるけど、そんなことないんですよね。まあ、こうやってね、そう、総集編、このやっぱりほら、ワンクールワンクールでね、やっぱあの、北参道放送局もテレビもそうですけど、改編期とかってあるわけですよ。で、今回ね、あの、渋沢よノープラン改編期乗り越えましたよということで、ありがとうございます。パチパチありがとうございます。お、嬉しいですね。そうなんです。なんでね、あの、まあ、一回ね、まあ、振り返ってちょっと反省もいろいろあると思いますよまあね、またね、どんどんパワーアップして皆さんと楽しく番組できればなと思っております。まあ、ニコ生とかも、今回公式でこう始まったりとかね、ちょっとずつ、進化していっております。で、あの、カメラとかも、たくさん増えて、こうロケに行ったりとか、そういうのもね、皆さんどんどんしていきたいなと思っておりますので、やってほしいこととかね、質問とかね、いつもあります。質問とかないでしょ本当にない。普通結構来るんだよ、みんな。質問とかあったら答えますって言うと、コメントとかメールとか来るのに、全然ね、渋沢のだけシーンってしますから、ちょっとね、これからも皆さんに興味を持ってもらえるように頑張っていきたいなと思っております。そして明日はファッションショーなので頑張りますよ。皆さん顎触りますので顎触ってちょっと合図を送りますのでね、皆さんぜひちょっと、お、こう呼びました、イエイ。明日です。まだチケット若干 2,3 枚だったらあるかななんと2枚買ってもらえると渋沢とツーショットです。やった2枚買ったね。3枚買ったらなんか全員で撮りましょう、なんか写真はい、ということで、たくさんコメントもありがとうございます。たくさんね、本当に全部読めなかったんですけれども、また来週のゲストはですね、なんとグラビアアイドル、天然果樹さやかヤンマガの実写映画で共演しました栗山るいちゃんが登場です。数字持ってるよということでね、皆さんまたコンクール、本当にありがとうございました。また来週、そしてどんどん楽しく、これもね、ありがとうございます。映るかな、最後こちらで。じゃあお別れしましょうか。最後まで見てくれて本当にアゴース、ありがとう。バイバーイ。
まあ私的にはですね、もう間違いは起こして